22だよ世界大丈夫、誰かにやってもらったんでしょこれえ地上戦なんか神がかってないこいつない、え高木、いやマジか、いやでもてか有利不利関係ない、相手プロだから、タポ、いやこれ全然ある、あるこれ全然ある、投げる顔してない、うわっ、うわいオッケー、あぶねごめん、マジミスった、コンボミスったわ、いろいろミスっちゃった、いやでは第1位の発表です、第1位勝ち点11高木とジュニア同位率、おおってことは、ってことはということは美咲メインキャラクタージュニア出しちゃっていいんじゃないこれは、確かにもうここはな、あ、俺あの江戸で行こう、うん、帰れるからね、5部だから、いや、じゃあ5部だから、まあ、江戸でも行けちゃうんだ、でも、22だよ、世界大丈夫、誰かにやってもらったんでしょ、これ大好プロがやべえ、本人が互角って言ってるからね、やべえ、同じチームの発言じゃねえよ、どう考えてもいや、これちょっと楽しみだな、ちょっとでも楽しみだな、ちょうどぐらいダストっすね、今、おお。いや、でも高木これ勝ったらすごいぞ、お前マジで、いや高木さんに話しかけちゃダメだから、確かにもう、うん、今帰ってこなかったわ返信が、そりゃそうだろうああなるほど、これで続けんだな、うまい、確認、おい、お出るね、おお、これ取れねえの終わってんだよな、紐振ったらインパクトが強いだから高木が振れねえんだよ、うまっ、うまっ、こういう時は決めんだよ、おー来た来た来た、ヘル、おーあでも安く済んでる、いや逆にこれは、あいやこの後ろ投げわかんねえ、うわマジか、いやー打撃がさね、あれ有利、まずは1-0高木有利、もうダメだ、もう本当に音がなくなった、高木からもういいパンシ、離さない、おい当たんないのこれ、うまっ、うん、おいおい高木さんだ、高木入ってない、高木あのなんだっけ、しゃがみ台形か台ピのあの長いやつの当て感マジいいんだよな、うお、マジ、わ終わったこれ、え地上戦なんか神がかってないこいつ、危ねー、覚醒してんだけど、マカギ、これこれマカギです、マカギか、覚醒マカギです、マジでうめえ、てかやっぱなんかエド強いってかっこいいな、ね、そうなんだよな、女の子にモテるよな絶対エド強いと、うまい、楽に貯めてね、今一番かっこいいエド使う人ね、だし女の子も結構エド使ってるしな、やっべー、うん、おい、よく投げ押さねえな、うわ、でもリアルでエドがいたらマジ怖いよな、おわここでスキルよね、すぐぶち切れてくるぞ、いやいい勝負やね、あれ高木のコスチュームの色が変わってる、そういえば、あ本当だ、なんかね、ダイヤモンドみたいな色になってる、うん、フォロー強えな、パナサネだ、え、江戸って13歳なの？あ、そうだわ、こいつなんかサイコパワーで成長が早いんだ、体の設定だから大人みたいに見えるけど若いんだよな、実はなんか声もね、若いしね、え、知ってる？こいつの横にファルケってやつがいたんだよな、ファルコ、まだいかない、ファルケ、ファルケだっけ、これは吸えないえ、高木
あ、おっしゃあれおっしゃえ、ストレートま？いや、2先行ってたから、あの、2先ではありますね。あ、終わりです。いや、マジか。え、お前、いや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 、でも、いや、ジュニア、でも、5ねどきだって、ジュニア。再生したら、もしかしたら、ジュニア、5ねどきだよ。続く可能性は、おお、来いよ。この対戦会は、ちょっと、すみません、失礼しました。あと1な、あと1な。俺、あと1取ったら勝ちな。え、高木、マジ強いんだけど。江戸の理想の展開だったね。近づいてきている時に、ね、なんか、引っ掛けて、ね。そう、紐じゃなくて中足。ね。ジュニアのバナー、かっこいいな、それ。うわ。おぉ出さねえとかタグ出さねえよな、ちゃんと当たんねえ曲きたダブラップ、うわぁうわぁ上なんだ、本当上、うわぁ、あミスた。このラスト1本って逆に緊張するよな、ラスト1の方が、うん、勝ちが見えちゃってるからね、ね、うわーすごい、うわーすく、うん、なるほど、間に合ったか、カウンターからのスクリューですか、ここで高木がめっちゃ勝ったら俺が俺の箔もつくから俺ありがたいんだけどね、減る。これ言ってんだよな。うわ、すかし。なるほどね。まあ大胆にスクリュー行くことにしたわけね。お、これは？これドリームしやすい距離。うわ。むずそう。ダメかー。おお、なるほど。垂直。取った。いい垂直だ。あと一本だろうな。こっからだな。一二。いやー、それはもうダメなんだ。うわ。実際どっちが有利なんですか。ぶっちゃけ江戸のが明らかに有利ではあると思う。どんぐらいかわかんないけど。まあ立ち回りはまあさすがに江戸の方が。うん。いやこれでエドが有利じゃないんだったらもうどのキャラもザンギ有利とかも何も言えないというかなんか、うん、おお、てか有利不利関係ない、相手プロだから、いやまあそれはそうだけどっていうキャラクターのことだけ言ったらね、そこは冷静になってくれよ、ごめんなんか怒ってるみたいなした、届かねこれ、おジェスパ、でもこの短時間でこんなにエド仕上げてんのすげえな高木ね、うん、死ぬ気でやってるよ、しかも最初モダンだったよな、あれ違うかクラシックか、最初からクラシックだ、あーダメこれ、この距離の飛びはね、おいいバックスここよな、うまい、ここマジここどうしのぐかだよな、ここのスクリューだよね、いやこれマジで飛ばないとな、これねむずいよな、このヘルスで飛べって言われるの、さあ一気に2対2、打撃でも死ぬからな、あれこの近づかれるまでどんだけリターン取れるかで、うまい出るね、あとやっぱライン下げたくねえよな、うまい、ジュニアの台足がさっきからいかれてる、この当て感大パン見て、やばすぎ、ちゃんと差し返してんだよな。キモ見てたらこれ。いやマジかー。おい。まあ、でも生きてる。ジャックスク。打つ。いやこれさすがにきつい場面である。どうだ。あー。いやー止めてる、うわー見てる、やば熱っ、
出る、うん、出る。うわやばい、大パンに、マジ大パンが見、弱ヒノ戦いにくそう。うまい、うわうまギリギリ、うますぎ、うわ読み合いが回ってる。いやつしかもこれ、あうわ逆に行くんだいやこれ次勝った方が勝ちだな。まあ受け入れてくれたのは高木なわけだ。確かにな、これ次勝った方の勝ちだな。プロとして、プロとしてってやつね。そうだね、1と2どっちやりたい？1先と2先。2でしょう。あじゃあ2人2ね。あ2でしょう。これファイナルバトルマッチね。もう本当に変更なしね。うん、もう文句なしな。ジュニア文句なしな。お前だよ文句言ったの。いやばれ。てかすげえよな、よくこの少ない技で渡ってるよな。ジュニアも大足と大パンと。とりあえずねえからな、それ以外。リターンが薄いんだよな、うん、あったところで。ね、まだ江戸戦って大体そうじゃない、どのキャラも。あ、ダメこれ。わい。わい。おかしい。うわー返されたー。うまい。うわうい、これな終わったー。うわー出たー、ちゃんと下からいけるやつ。今のは飛んだ。うわ偉いな、飛んだ。うまい、飛んだか。飛ぶだ、飛びたくなるよなあれな。ね、飛ばなきゃ死ぬもんな、うん、そうなんだよな。死んじゃうすよ、ね、絶対飛んじゃう。あれうわーうまっ、危な、寝るか。俺が全部食らったやつ。俺だったら暴発で出るやつ。まるで狙ったかな顔するけど俺いつも出る。やられるの一番うぜいんだよなインパクトってたもんなお前に言ったらバンザイに対してインパクトってたからなやっぱ上が出るってね、いやいいことなんじゃない。うわこれは痛いやつ。この後はグレー恐縮で、いやそうなんですよね。これマジさ、バンアウトしてるときに壁板じゃないインパクト食らったとき悲しいよな。だったら壁板でよかったってなるよな、うん、だったら振らなきゃよかった、うん、めっちゃあるね。あえて暴れる、マジで。なるほど、そんな手もあんのか。やるー、それは。うわ。強いなぁ。あ、これダメ。うわぁ。あ、そう、めくりもね、効くんだよね、ドミノね。なんか、弱いやつ。うわ、よく落とした今の。うますぎ。しかも対空早すぎて、ま、対空早いといいことあるのいいよな。うわ、ね、うわこれは、あうわあこれやいや削りはあんの。うわうまい、うわ惜しい。あダメだよね、これは。ああ、そっかそっかそっか。後ろ下がっても隠るやつ。後ろ下がっても今隠ってたから。隠る隠る。あ隠るんだ。スーからね。めっちゃいい試合やん。めちゃくちゃレベル高い。ちょっと学ばせてもらう。期待できるな、高木の。わあ、ガードして俺。やる。まさかあれガード間に合うのか、本来。間に合う。間に合うためのあれ、詐欺だもん。いや、乗ってきた、乗ってきた。よくパリ押さずにそんな耐えれんな。いやマジで上出るな。やばいこの圧マジ。上出る江戸の圧マジでえぐい。ね。じゃあどうすればいいねんってならん。そうなんだよね。でもジャンプ通っちゃえば3000ぐらい残業リターン出せるから、3発までなら別に3回に1回飛べばいいっていう考えらしいんだよな。へえ。他のキャラも大体そうじゃない？わかんないけど。うわあ。
これはまあそうだよな。おお、いいね、ここダルシムっぽい。確かにダルシムみたいなんだ、うん、うますぎるだろ。え？え？え？当たってないの今の？出たのか今のは。いやそもそも違うんですよ。残業は悪くなくて今のは。どういうことなんですけども、当たってたように見えたんですけど。そもそもあの体が前に出てる見えてだけなの。へえ。うわ潰れたー。お、おいしい。うわマジか。おおいしい。ここ飛ぶ。やるぞこれ。来た。しかも。回収ルート。お、安定宅。うわ。あ、怖い。うわ、怖い。うわー、いたー。クビに来たー。まだ1枚。いや、まだ、まだ。マジある、マジあるぞ。え、全然、リーサルじゃない？すごいやつ。うわ。飛びたくなっちゃうやつ。これは、どうする？いや、つか、歩きカードがうめえよ、ジュニアの。うわインパクト欲してた今。怖すぎだろ。いや意外ときつい。うわやばい、熱すぎる、見応えが。いやあ、中キック、中キック、確かにそんな技あったんだ。いい試合すんの。そこでかー、えぐいな最後の。頑張ってたね最後の。えぐいな見応え、面白すぎるわ。うん、いい試合だったね。いやいい試合だったね。めちゃくちゃいい試合だった。うん、ポイント取るぐらい時ぐらい緊張したわ今。いや俺も超緊張したわ。すげえな、でも高木ジュニアにあるね。いやちょっとおもろいな。マジすごいぞ。2、3、うん